時はもう調子悪くてもなんかね、うん、風邪ひいたの。いや。はい、皆さんこんばんは。8月24日月曜日第252回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝からですねやっぱり暑かったですね。で今町歩きセンターもですね今ちょっとエアコンを入れてですね、まあ、撮影させていただいております。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、岩野にお住まいのですね林盛之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回林さんはですね信州の里山トレッキングっていう形でですねこういう本を出されました。だからこの本についてですね、またこの本をもとに林さんの思いをなどをねちょっとお聞きできればいいかなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでですね、その前に、あ、そうだ、こちらにちょうど林さん、うん、まあ登山の感じですね、はい、で里山を回る格好で今日はちょっと来ていただいたんですけどもね、まあ帽子にリュックサックという形でですね、はい、あれなんですけども、重さどのくらいあれですか。これはいや今のは軽いですよ。1キロちょっとしかないです。あ、そうなんですか。で28リットルなので、うん、まあ日帰りぐらいなか、まあ1泊ぐらいもできないことはないですね。はい、いつもこれ持って行ってやっぱり寝袋みたいとかそういうのは持っていかない、はい、そうですね、寝袋は最初持っていくことはないですね。ないですかね。はい、まあ大体里山巡りって大体行く何時間ぐらいコース、そうですね、うん、それこそ4時間から、うん、10時間かかるのまでいろいろですね。いろいろ山により、なるほど、はい、まあ、それに合わせていろいろと持っていくっていう形ですね。はい、まあ、ちょっとプロフィールですね、まあ、私ご説明すればいいんですけども、ちょっと林さんにいろいろやってらっしゃるんでね、はい、ちょっと、ナトラリスト、ネイチャーフォトグラファー、まあ、自然写真家ですね。あ、なるほどね。で郷土史研究家、はい、それで在京中は編集アートディレクターやってましたので、はい、基本的には本を作るのが仕事だったということですね。はいはい、で戻ってこっちへ戻られたのは2008年なんですね。はい、でこれで何年ぐらいなんですか。8年ぐらいですかね。まあウェブディレクションやったり、うん、頼まれて企業コンサルタントやったり企画編集やったりですけども、うんうん、まあ基本はネイチャーフォトグラファーとして写真を撮ったり、うん、あとまあ里山保全なんかもやっています。あとはここにありますように深夜大学の長野学部の講師、まあ、松本学部もやらせていただきましたけど、あとホームページのカピーのブログモリモリキッズっていうのはこれも10年以上やってます。はい、すごいね。まあ、あとこれですね、この間の新米さんで4月28日にこういうふうに出ました。まあ、こういった本が、ね、発売になってよっていう形で、本に出て新聞に載りましたけれども、あれですね、ちょっと、現在の顔とこちらと見ると全然違う顔みたいな。徹夜明けでシニア大学の準備で徹夜明けで、あ、そうですか、かなり疲れてましたこの時は。 あ、そうですか。あとフラッシュ焚いたんでね、うん、非常に薄暗い日だったんで、うん、ちょっと違 う友人もそんな風に言ってました。そうですね、違う顔になってる、違う顔になってる、ね、なんかこっちの方がねものすごく若く、そうですか、ってたんで感じるかなで、まあ、あとそうですね、はい、この里山の魅力みたいなのっていうのはどうなんですかね、これ。もともと里山好きで15年以上、うん、もう20年ぐらい前からですからね、うん、在京中から高尾山とか東京の山、神奈川の山、山梨の山登ってまして、ええ、その頃からフォトドキュメントっていう手法で、ええ、登りながら写真をどんどん撮っていくと、その
そういうことをやってたんですね。でそれをネイチャーフォトももちろん撮るんですけれども、うん、途中の工程とかも全部撮って、うんうん、それをあのホームページにアップしてたんです。かなり東京では人気ありました。でそれをはその編集アートディレクターやってたもんですから、人様の本はたくさん作ってたんですよね。だけど自分の本もいずれ作りたいと思ってたんですけども、残念ながらやっぱ在京中は忙しくてとてもそんなことできなかった。できなかった。でたまたまこっちへ帰ってきたら、いろいろアプローチかけたら、出しましょうって言ってくれる方がいたので、まあそれではっていう感じで、まあ一年発起して全身全霊込めて書きました。大変でしたね。そうですか。これまた本ですね、はい、まあ、この目次なんかもちらっとこういう形でちょっと作りましたけれど、これ北は中野から長野市、ね、はい、千曲市、上田市、それから、これ佐賀木も入って、小諸も入ってね、大町とか、ね、も入ってるし、立科町も入ってるみたいな形であれですけれども、ね、はい、これで全部でいくつあるんですか。取り上げ 山の名前として取り上げているのは38座で74コースなんですが、そのコース上の山入れると、多分そうですね、80ぐらいいくと思います、これも全部あれですね、その撮影したりなんかしたやつですけども、そうですね、主に何年ぐらいのあれなんですか。一番古いのは12年前の写真を使ってるんですけれども、基本的にはここ数年のものですね。で今年に入って取材登山で行った山も4つぐらいありますかね、はい。で古い山の場合は登山口の確認とかコースの確認にもう一回行ったりとか、まあいろいろ調べてということですね、はい。これまあ今あのこちらにあの目次になってるのを一つにまとめた山のあれですね、まあこっちが、中野の方になるんですけども、もうここに主にあれですね、全部特化されてるような形にはなってますね。ここなんかすごいですね、そうですね。それは、あの尾根山脈の縦走路を紹介しているので、たまたまここは山が多くなってるんですよ。そういうことね。であの地元の山の名前細かく入れたのは、地元の人がもう忘れちゃってる名前があるんですよ。で私は自然地名っていうのはその文化遺産だと思ってるので、分かる限り、ひょっとしたら間違ってるかもしれないけど、載せたんですよ、なるほどね、この中でもあれですね、こちら見ていただいたのかな、あ、これだね、これが清野ですよね、これ象山山、でこれ西条山、西条山の上が西条山、本当の西条山って地元で言ってたところですね。あ、そうなんだね、はい、これも、手代山ですね。手代山、天井山だけどね、手代山、天城山って呼んじゃう人も呼んじゃう人も多いんですけどね、そうかそうか、そういうのもあれもね、清野市の山城のある倉骨山ですね。あ、そうか、ここも最近歴女とか非常に人気あるんです。あ、そうです。先日も若い女性に生き方を、あの聞かれましたので、本を買ってくださいって言いました。これもみんなあれなんだよね、西条山から上がっていくのと、こちらの千曲市の方の雨宮から上がっていくのと、結構いろいろあるんですね。そうですね、いろんなコースありますね。なるほどね。今まで紹介されたことのないコースもたくさんあるです、載せていますね。で私の場合デザイナーやってましたので、地図を自分で描けるっていう強みがありますので、ですから国土地理院の地図をダウンロードして、カシミールっていうソフトで、ダウンロードしてフォトショップにかけて画像加工して山名を全部消して、でなおかつイラストレーターに呼び込んで、コースから山名からこういう地名からキャプションを全部書き込んだんですよ。だから自分で作った。それが非常に大変でした。だからあのあれだね、細かなあれじゃなくて少しこうやって空いているっていう、これなんか意味あるんですか。あの情報量をね入れすぎますと、やっぱり一番大事なところを見落としたりするんですね。やっぱ登山で大事なのはプライオリティっていう優先順位が大事なので、あのおせっかいにいろんな情報を詰め込みすぎちゃうと、本当に大事なことを見逃しちゃう恐れがある。もう一つは登山者がこれをコピーしてって自分で書き込めるスペースがあると、そのためのここに何があったと、ここで自分は何を見つけたとかね、なるほど、そういうことを書き込めるよって、そういうのもあります。あ、そうなんですか。これは東城ですね、はい、水上山です、はい、仙王山、
はい、それから雨飾りで君を山みたいな形ですね、はい、でこれは舞鶴山、はい、こちらが山と、ね、はい、乗山ありますね、うん、まあ、こういった形で、まあ、松島の町の中で、はい、結構あれ四方囲まれてるから、そうですよね、結構あれですね、あります、面白い山たくさんあります、うん、そうですね、うん、まあ、この君を山上がるにも、うん、あれですね、京滝上がっていけばっていうコースもあるっていうのはね、うん、それは難しいですわ、これそうなんだよね、いやこれはちょっと違う、これ雨飾りのロッククライミングのところなんですけど、これこの京滝へ登るコースは仲間に乗せちゃいけないよって言われたくらいの困難 ないところ、うん、そうですね、ヘルメットかぶっていかないといけないようなところなんですけども、まあ最初の清滝へ登るところが、うん、こう最初楽なんですけど最後壁みたいになるんですよ、ね、まあ、大抵の人はそこで諦めると思います、そこを超えた人は多分いけると思います、ね、うん、あ、そうですか、ね、うん、それは無理しない方がいいね、そうですね、わかります、あとこの本でね、はい、読み方、うん、使い方っていうのがちょっとありました、これはどういうあれですかね、まあ、本の地名の見方だ、使用時間とか ね、駐車スペース、駐車スペースって、ね、うん、それ大事なんですよね、うん、やっぱり駐車スペースのないところは今回紹介できませんでした、やっぱり地元の人に迷惑かかるので、あ、はいはいはい、本当に里山ふもとに人家いっぱいありますし、畑、うん、もありますし、はいはい、そういうところにポンって止められちゃうと困るんですよ、はい、あと林道なんかでも最近林業また盛んになってきたので、うん、結構林業のね大型機械通ったりするので、うん、あんまり不用意に止めてほしくないんですよ、あ、なるほど、ね、そういうことも考慮しましたね、あとはあれですかね、まあ、熊にも遭遇するたりとかってあるじゃないですか、そういった時はどうするですか、うん、基本的にはこういう熊鈴周波数のね、うん、こういう周波数の高い音が鳴るのがいいんですよ、うん、これは2つついてるペアになってるんですけど、うん、そうすると歩くと、うん、1つだとなんていうのかな、これだけの音なんですけど、2つだとぶつかり合って大きくなるんですよ、なるほどね、でなおかつ止まってる時には、はい、うん、クマスズって鳴らないので、ええ、こういうホイッスルを持ってて、ちょっと吹いときは、うん、かなり強い、うん、これもかなり思いっきり吹くと相当感高いよって、こういう方がいいんですよ、あ、なるほど、ね、はい、ただクマスズ、うん、そうですね、ハチは、うん、その今回私黒いズボンを履いてきましたけど、はい、基本的に里山行くときは黒い服とか黒髪は絶対ダメです、うん、というのは蜂の天敵がクマなので、うん、黒い色を見ると襲う習性があるんですよ、うん、なるほどね、で私は、うん、まあ、実際のところ草刈りやったり山登りで刺されたことが何回もあるんですけど、うん、そういう時のためにこういうポイズンリムーバーっていうんですけど、うん、要するに毒抜き器ですよね、うん、こういうのを持ってきます、うん、これ1000円ぐらいでアウトドアショップで売ってますね、通販でも買えますけど、はい、で刺された箇所にパッとやって、うん、キュッと引いて、うん、で3分ぐらいこのまんまにしとくんです、うん、でポンってやってあと洗い流すんですけどね、うん、これも先っちょ洗えるんですけど、うん、そうすると、うん、腫れがもう全然違います、違いますか、だから1000円でねひょっとしたら助かる命があるかもしれないんですよ、そんなにあれだねですよ、うん、ただいっぺんに何百箇所もかかれた時は諦めてくださいそれはね諦める恐ろしいね本当に、そう、まあ、あとこういったね、はい、今写真なんかもこういう格好ね、そうですね、雨飾り山でね、はい、でこの本の私郷土史研究家もやってますので、うん、特徴としては山を紹介するときに最初に歴史を書いてるんですよ、あ、なるほど、その山の歴史と、うん、その山が分かる場合にはその山がなんでそういう名前になったか、うん、例えば奇妙山っていうのは、うん、奇妙な山っていう意味じゃないんですよね、うん、本当は帰る命と書いて奇妙、つまり仏教用語ですよね、仏に帰依するという、なるほど、ね、で本名は昔は仏師岳とか仏師ヶ岳って言ったらしいんですよ、だからそういうことを書いてます、なるほど、そういう歴史を知りながら、うん、登るとまた一味違う登山ができる、楽しみが増えるという、そうですね、大体信州の里山っていうのは、うん、山頂がに古墳があるか山城があるか、うんうん、里の神社の奥宮があるか、うん、大体そんなんなんですよ、ね、何かこれのろし山って言ったら下にし のろし上げたね、うん、ありますし、そうそうそう、白鳥神社ありますね、あそこには天才と言われた諏訪立川流の堀物師の、うん、ご神明馬ありますし ね、 ありますね、面白いですよ、面白いですね、写真載ってますけどね、これ言ったあれですね、はいはい、最上山、はい、こういった形の、ええ、これも
地元ではこっちを本当の西条山って言ってたんですよ、ね、はい、ところが国土地理院が昭和47年に下へ三角点を作った時に下へ名前も持ってっちゃったんですよ、うん、こういうことはね、うん、日本中の山で実はあるんですよ。あ、そうなんですか。社の一重山っていうのも今は社城のあるところですけど、うん、僕らが高校の頃っていうのはその下の柏のあるところでしたしね、うんうん、そういう山は長野県にいっぱいあります、うん、あ、そうですか。でそれは、うん、それを間違えると、うん、地形図を持って行った時にそれを間違えると遭難する可能性もあるんです。あ、そっか、こっちとこっちって、こっちとこっちで、あ、そっか、ここで降りるっていうのを間違えちゃう。あ、なるほど、ね、うん、それはありますね。あります、うん、だからその地形図だけじゃなくて、うん、こういう登山のガイドの正しい本をコピーして持ってって、うんうんうん、あ、こういうのもね、そうですね、こういった形の、ね、うん、だと分かりますからね。なるほどね、はい、まあ、それでは歴史もあれば一番具合っていうことですね。そういうことですね。そういうことですね、はい、うん、分かりました。でもあれですかね、これ今言って、まあ、ある程度読者に皆さんにも注意した点というのはある程度お話しいただいたけど、これからの楽しみ方って林さん、どうなんですか。いろんな人、いろんな登り方、いろんな楽しみ方があっていいんですよ、はい、山頂だけじゃなくて鳥見に行ってもいいし、はい、花見に行ってもいいし、うん、で私の場合は、うん、ネイチャーフォトを撮る時間が今までちょっとなかったので、うん、本作るので、うん、それをやったり、うん、あとその千曲市の空中散布で昆虫が全くいなくなっちゃったんですよ、はい、そういうのの問題提起をするとか、うん、それから里山保全を仲間とやっていくとか、うん、そういうことをしていきたいと思ってますね。天然記念物の宮ももん貴重も大松山で発見、写真撮ることができましたしね、うん、そういうことをまあ続けたいなと思ってます、うん、はい、分かりました。まあ、一応こういうトレッキングのこのね、はい、まあ、これ今予約表、注文カードみたいなのがありましたけども、はいはい、まあ、これが出てきたので、ね、ありましたんでね、はい、こういう形であります、はい、まあ、これはあれですね、平安堂さんだとかいろんなところで蔦屋さんとか普通の長野の本屋さんであると思いますし、 ない場合はこれで注文していただければ取り寄せになりますし、はい、あるいは通販でも買えますので、はい、わかりました、よろしくお願いします、はい、まあ、じゃあ、こう今日はですね、こういった里山トレッキングという形でお話を伺いました、まあ、まあ、だからこれからも楽しめできればいいかなというふうに思いますので、はい、女性向けに割とデザインを作ってあります。そうですか、山ガールの皆さんに。わかりました、はい、まあ、ぜひお買い求めいただければいいと思います、はい、よろしく。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、はい、今日トレッキングは、うん、奥深いですね。そうね、やたら山に登るとか、そう、すごい今ね、いろんな知識ないとできない。そう、いや、もうすげくね、感心しな、うん、ごめん、感心、うん、いや素晴らしいと思って、もう感激しちゃった。あ、そう、うん、あ、素晴らしい。酒飲んでね、登っちゃいけないって言ってるから気をつけた方がいいですよね。了解です、うん、はい、はい、里山ね、松代はいくらでもあるのでね、はい、こういうのちょっとうまくできればいいかなと思いますね、はい、で、はい、お知らせ、お知らせ、はい、はい、ですね、明日なんだけどね、これ自転車に乗る夜、松作りっていうのでね、松代もね、いろいろと1キロ賞をね、うん、いろんなものあるんです。こういったところもね、そう、山もあるけど、文化差別もある、そう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 、ね、で、まあ、里山もあるし、ね、うんうん、そういったところも自転車で回れればいいかな、はい、いいですね、そういうのもぜひね、はい、やれればいいかな。分かりました。はい、もう一つ、それからですね、はい、これはね、はい、堀六平さんっていうので、歌声喫茶でないけどね、9月の5日、日口家住宅でね、うん、一応やります。1時半から行いますのでね、会費がこれは、1500円っていう形で、わさびそう、いいっすよ、みんなでジャカジャカジャって歌を歌ってやるんで ね、はい、はい、ぜひお願いしたいなと思います、はい、どうぞおいてください。はい、はい、
来週は、宮坂さんですね。はい、私ですね。なんかあのね今日はね、あのゲストの方見えてるので、ね、吉木さんちょっとご紹介しちゃうね。あ、わかりました。じゃあご本人から。うん、あ、どうぞ。どうも。はい。すいません、お忙しい中置いていただきまして、ありがとうございます。いや、来週おいでいただく。お願いします。わかりました。お願いします。はい。で、吉木さん、どういうお話をしてもらえる？施設長さんなんですよね。そうなんです。はい、どちら？寺尾子どもプラザ。はい、で、あそこは環境いいでしょう。いいですね。山じゃねえけども、田んぼの中で。田んぼというか、田んぼはないんだ、畑しかない。畑の中で、素晴らしい環境の中で。そうですね。その中で何してるんですか？その中で子供たちをですね、預かってます。放課後の子供たちを預かってます。で、内容的には今日ね、話しちゃったら来週喋れるんですか？そうですね。来週お楽しみ。はい、わかりました。それでは、寺尾子供プラザの施設長さんの吉池さんに来週おいでいただいて、いろいろお話伺うということで、どうぞお楽しみに。お茶の方行ってください。これ